黄門筋誘拐症は骨格筋を構成する黄門筋細胞が誘拐し筋細胞内の成分が血中に流出する症状またはそれを指す病気のこと重症の場合には人機能の低下を生じ人不全により誘発される臓器機能不全を発症し死亡する場合もある黄門筋誘拐症は事故や負傷などの外傷的要因や重度の熱中症脱水 薬剤投与などの被害症的要因や、代謝性疾患などの内的要因によって、骨格筋が餌子し,し発生する。その他に、自然毒として、青台に含まれるパリトキシンや、ニセクロ初の毒成分に、シクロプロペンカルボン酸などにも黄門筋溶解症を引き起こすものがあると報告されている。特徴的な色を示している赤褐色尿と麻痺、筋力減退、赤菓色尿 急性腎不全症状による無尿、乏死尿、破衆性血管内凝固症候群、不衆、呼吸困難、高カリウム血症、アシドシス等血液性化学検査においては、血中ミオグロビンが上昇し、クレアチンキナーゼなどの筋源酵素も著しく上昇する。CK の上昇は運動後の筋肉通時と共通しているため、診断時には CK の他に、 ミオグロビンチや筋組織の所見も指標としている。尿栓血溶性であり、尿賃差で赤血球が認められない場合は、ミオグロビン量である可能性が高い。典型的には、コーラの色となる。薬剤性の場合、原因薬剤の投与中止。水分補給や点滴による脱水症状の改善や、薬剤投与による尿のアルカリ化が主に行われる。 重炭酸が主に使われるが、アセタゾラミドの投与により、生理的に尿のアルカリ化効果を発揮できるとする、症例報告もある。人気脳障害が出現している場合は、輸液、人工透析、血液ろ過、血小交換が行われる。ありがとうございます。